何カ国も喋れるって、その国に住まない、そのネイティブ並みに喋れるって、その国にちっちゃい頃から住まないとなかなか喋れないんですよ。なので、言葉、ボビー・オロゴンもだってほら明らかに外国人の喋り方じゃん。じゃあボビー・オロゴンがさ、例えばどっか電話してさ、カスタマーセンターにボビー・オロゴンが出たらさ、絶対この人外国人ってわかるでしょ？ネイティブっていうのは外国人って声を聞いてもわからないのをネイティブっていうの。だ、僕がさ、その映像を切って喋っててもさ、あ、日本人喋ってるなって思うじゃないですか。東京の標準語を喋ってる日本人の言葉遣いじゃないですか。でボビー・オロゴンとかさ、明らかにさ、もうボビー・オロゴンじゃん、喋り方が。だお前ボビー・オロゴンじゃねってわかるじゃん、声聞くだけで。っていうのが特徴があるのは、やっぱネイティブじゃない人の、まあ、なんだろうね、ネイティブじゃない人はそうなっちゃうってことですね。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。